2019年1月の26日14時13分です。よろしくです。ふわっちの通常枠のみです。ありがとう、のんちゃん。いただきます。はい。あれ、そう、チキンナゲット。これチキンナゲット。うん、ありがとう。ん、あ、グリトルにしたの。うん、これなんか会話してたよ。え、なんでマフィンじゃなくてグリトルにしたの。え、だっていつもそういう。え、違う、これマフィンだよ、いつも。グリトルなんか久々に食べるよ。いた？うん。まあ。こんにちは、三原さん。こんにちは。うん。たまに食べるとうまいね。うん、よかった。うん、食べたことある？うん。食べてみる。甘いハンバーガーだよ。うん。新宿雪降ってんの？なかったよ、あったかかったよ。あったかいよ、今日多分降ってないと思うけど。うん、おいしいね。あだつ、うん、そっち雪降ってんの。あっちの大阪じゃなくて、さっちの方は雪なんじゃない。いや、三原さん島だもん。ん、三宅島かなんかでしょ。うん、なんだっけ、東京の下の方にあるじゃん。そうか、八丈島。なんか俺でも島住まいの人羨ましいんだよ。海がいっぱいあっていいね。なんか隔離されてる空間の方が絶対面白いじゃん。でもさ、あんまりちっちゃかったら探検するとこさ、うん、なくなって飽きない。小さい方が深掘りできるじゃん。そうかな。しばらくさ、でさ、うん、探検したら面白いけどさ、うん、それはなんで論破してあげようか、うん、ディズニーランドに毎日行く人いるでしょ、うん、あれと一緒。そうか、うん、椿が祭りがあるんだ。椿祭りだ。大島じゃないの、違う。何大島？奄美大島。うん、うん、あれ、わかんない、なんかの島の人が、うん、東京の島、うん、なんか村独特のルールが残ってる、風習が残ってる村とかで生活してみたいな。椿オイルが有名な島だね。
プロさんいらっしゃい。ごちそうさま。ありがとう。コーヒー。うん。久々食べた。マック。今年初マックかも。なんでそれ嫌いなの？おちょぼ口みたいなの飲んでも美味しくない？美味しい？まあ、うまい。意外だった。ドリップコーヒーだからね。うまい。マックのコーヒーうまくなってる、うん、時間経ってるの味しっかりしてる、うん、そまずくなってると思ったら、マック、まあ嫌い、どうだろう、好きな、のりこが大好きな、バーガー食べてたじゃん、ダブルチーズバーガー、うん、うん、うん、のっちゃん毎日食べたい、毎日マック、うん、ビッグサイズミーみたいになるよ毎日マック食べ続けたら、うん、もう映画があるんだけど検証の、うん、3ヶ月食べ続けたの全部マック、うん、もう病気になってブックブックに太って、うん、大変なことになった。のんちゃん体調良くなったね。風邪が治った。風邪が治った、うん、のんちゃんすぐ風邪ひいちゃうからね。急に熱が出た。風だったんでしょ、インフルじゃなかったんでしょ、うん、なんかね、トレーニングするようになったからジャンクフード食べたくなくなって肉とか食べたくなった、うん、まるちゃんいらっしゃい。肉とかその野菜とか、今日のりこがホイコーロー食べたいって言ってるから、ホイコーロー俺が作ってあげようかなとか思って、やだ、弁当がいい。それとも俺のホイコールクックドゥだよ、でも。うん、もちろん。うん、今日ホイコール俺作ろう。でも、俺5時から打ち合わせだから、仕事の。5時から7時、8時ぐらいになるけど、大丈夫？うん。ホイコールを作ってあげようと思って。おはよう、猫の目。うん、よかった。あ、ホイコーロー偶然だね。うん、顔引き締まってきたかな。ちょっと魚眼だから歪んでるけど、多分ほっそりしてるはずなんだよね。これが補正、レンズの魚眼の補正なし。鼻が高い。鼻が高いの、鼻はもともと。料理するよ、自分で。もともと調理からアルバイトは始まったから。料理好きだし。本当はね、ちゃんと火が出るところで。広いキッチンでチャーハンとか作った。俺のチャーハンすげえうまいよ。のんちゃんのチャーハンも超うまいよ。いや、俺のはレベルが違うから。
のんちゃんのレベルが違う。チャーシューから作るからな。マジで？そうだよ。すごいね。チャーシュー入りなんだから。いいね。チャーシュー入りは間違いない。こんなとこに電気がついてる。うん。村新宿島暮らしの人は三原さん。昨日さ、源ちゃんの曲のギターのアレンジ決まったんだけど、ギターの練習してたの、のんちゃん。うん。源ちゃんの曲あんじゃん。うん。あれね、決まったの。ちょっとコーヒー持って。パンクっぽくしようと思って。寒くないのって言ってるよ。あったかいよ。うん。こんな感じにする。こんにちは。うん。ただね、C9sがね、あんまりしっくりこないんだよね。あ、コーヒーありがとう。C9sがね、音が取れない。歌詞英語にしたいんだけどな、あれ英語で歌いたい。むずい。誰か英語にできないかな。英語できるリスナーさんいる？甘いもん好きだけど、もう去年からずっと食べてないよね俺。うん。
大好きね。毎日シュークリームとか 2,3 個食べ、え、そこにお菓子がある。うん、あ、でもちょっと食べるようになったね。走ってるから頭切れちゃうんだよね。でもそんな昔ほど食べないよ。カゴスが英語的、カゴス、うん、英語変換アプリは結構ずれるんだよね。なん、ゲンちゃんのは日本語原曲で英語アレンジで歌おうかなとか思っ、歌いたいんだよね。英語できる人に変換してもらいたい。ゲンちゃん英語もできそうな気がする。いや、この前外人が家に来て全然英語できなかったから。そう、モンブラン2個とか1食で、だから1日4つぐらい食べてた。リコちゃんはコツ、なんで米消しするの？米消しなんかイラ、なんか昔からイラッとするんだよな。なんでなんだろう。なんか、なんつうんだろう。なんか、俺がのんちゃんにやっていい？うん。のんちゃん行くよ。うん。のんちゃんおはよう。おはよう。こんなことをされてるのに傷つくでしょ。のんちゃん今日何食べたの？俺米消しってこういうイメージなの。何こいつみたいな、うん、恥ずいっていうか超失礼でしょ。おはようで、おはようとか、おはようとか来たのみたいな。何それみたいな。お前が話しかけたんだろうみたいな。なんでなかったことにするんだよみたいな。恥ずかしいってどういうこと？コメントするのが恥ずかしいの？消さないで。俺米消し本当に嫌いなんだよね。消さないで、リコちゃん。なんだろう、恥ずかしい。文字打つのが恥ずかしいの？これなんだろう。これね、あ、俺ね、今度からね、開封はね、うん、下半期、上半期に分けて、あの、開封枠やることにした。なんでかわかるの？わかんないよ。リスナーに自慢したいからだよ。こんなにたくさん届くぐらいの人気者だっていう。毎日開封しちゃうと、一個一個開封で、特別感がなくなるけど、15日間待つことによって、うん、あ、和道さんは、5個も6個も届くんだって、こう、アピールしていきたい。わかる？見栄を張りたいでしょ。もう月末だからね。そう、下半期だから。そう、人気もアピールをするため、そう、見栄を張るために、じゃんじゃん皆さんプレゼント送ってくださいね。じゃんじゃん、僕の自己顕示欲を満たすためだけに、もうじゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。え、見返りは一切ありません。見返りはないです。じゃあ、蓋もマッサージして、プリケツになったから。プリケツ硬いな。ゲイにモテるわよって言われた。いや、ひどんなに80点って言われた俺、うん、で、ヒデリンママにも、うん、和道さんかっこいいって言われた、うん、なんでゲイに受けるんだろう。お尻がプリプリしてやるから。お尻プリプリだから、うん、プリプリグーって押し込んだよ。抱いてないね。今起きたばっかりや。のんちゃんずっとなんかわけのわかんない生主見てた。過疎生主をずっと監視してた。6時間。瀬戸。瀬戸っていう人？そう。瀬戸？うん。え？瀬戸？うん。瀬戸って聞いたことあんな。ニコ生出身じゃない？瀬戸って。わかんないけど。瀬戸って男？うん。え、何系配信者だろう？瀬戸って。あ、気持ちいい。雑談だけど、なんかね、カバみたいな顔してる。うん、カブ？カバ。カバみたいな顔してるのがいいの、うん。うん。瀬戸ってなんか聞いたことあんな、見たことないけど。なんで米消すんだよ。こいつムカつくわ、ほんとに。腹立つな。なおくんとこものんちゃんいたよ。なおくん？なおくんと。なおくんって誰？マミちゃん。え、マミちゃん？もう全然わかんないんだけど。
ま、真央くんとまみちゃんが、何それ、そうなんだ、真央くんとまみちゃん、そう、結婚するんだって。結婚するカップルがいんの。そう、絶対別れるじゃん。なおくんは前科13番なの。すっげえ悪じゃん。前科13番ってさ、もうヤクザの経歴でしょ。すげえな、札付きの悪でしょ。もういやでもなんか見た目はすごい温厚な、うん、すごい人っぽい感じなの。本当に13番なの。やばくない。それまみちゃんは、うん、パッツンパッツンのなんか優しい感じ。パッツンパッツンの優しい感じなんだ。まみちゃん優しくて、ああまみちゃんは優しいんだ。なおくんは前科13番なんだね。すげえな、なんでそんなに犯罪なんだろう。薬かな、何系で13番なんだろう。うん、うん、映画楽しみにしてるならリコちゃん少し支援してよ。支援して、もうマジで大変なんだよ。放火放火、放火ってめちゃめちゃ重たいよ日本で。放火ってなんで重たいかっていうと、殺人よりも重たいって言われてんの。なんでか知ってる？あの、殺人って故意に人を殺す行為じゃん。もちろん極悪なんだけど、放火っていうのはなんでやばいかっていうと、あの、40人とか巻き添えにしたりするじゃん。だからテロの扱いなの、あれって、放火って。要は一人の特定の人を殺そうとして殺意があったとしても、隣の人とかに火が回っちゃったら、もうとんでもない量死ぬから、無差別テロ扱いなんだよ、あれ。どうやってアイテム飛ばすのか教えてください。どうやって飛ばすの？下のね、プレゼントマークをね、左下のプレゼントマークを押すとね、アイテム飛ばせるよ。アイテム変えるの。そう。左下のプレゼントマーク、リコちゃん。薬はしてないんだ。放火、放火で13番でもう多分無期懲役とかになるでしょ。っていうか下手したら死刑だわそんなの。放火ではないでしょ絶対。放火は重罪だよ。あの殺人よりも重いのは放火と偽造通貨と、あと何って言われてるっけ、放火と偽造通貨と、あの要は権力者に被害が及ぶようなのとか、要はね、人の命よりも国家の体裁の方が、国家としての機能を崩す方が重たいの。だから国家反逆罪とか一発死刑だし、大変なことになるよ。腰もやって、腰とお尻が硬いんだよね。俺も言ってたよ。じゃあゲイが多いんだもん、ゲイだらけなんだもん。近づいてくんだよあいつら。セックスなのにね。へえ。なんか米消してこれ意図的にやってるの、なんか腹立ってくるな。ブロックしようかな。すげえ嫌なんだよね。嫌だっていうことをやるってことは嫌がらせでしょこれ。ハートありがとう。うん、よいしょ。気持ちいい。ハート。ハート。ハートありがとう。ハートナイス。ナイス。ナイス。やめてくださいって、俺がやめてっていうことをさやってるのに、なんでさやめてとか言うの。なんで米消しやだって言って、あなたはもうやらないですって言ったのに、なんでそういうことすんの。やめてあげてよ。やめてあげてよ。ハートありがとう。ハートナイス。ハートありがとう。なおくんとまみちゃん埼玉に引っ越しするねんで。どこに住んでるのか知らないから。
もともとどこにするのか知らない。うん、そうね。ハートありがとう。ハートナイス。うん。のんちゃん歯車も行きたいよ。俺があれではお風呂入っ、ミーティングしてる間行ってくればいいじゃん。うん。今島根なんだ。なんか島根から埼玉に住みたいってなんかすげえ微妙なチョイスだい。状況ではないでしょ。今日じゃない。今日は東京だから。なんで埼玉なんだろう。なんか俺千葉に住みたいとか埼玉に住みたいってよくわかんないんだよね。まあ住んだらいいっていうのはわかるけど、なんか東京に行きたがらない。普通東京に、まあ、東京だもんね。のんちゃん都会っ子だもんね。もともとね、もともと東京だからな。出張マッサージだよ。あったけー。え、なに出張マッサージだよって言った。気持ちいい。あったかい。家賃の関係なのかな。いや同棲したいよ俺だって。でものりこのお家がこんなクズ人間とは付き合ったらダメですって、オレオレ詐欺犯とお付き合いはしたらダメですってなってんだよね、のんちゃん。うん、怒られちゃう。なんで怒られるの。ひどくない。だからのんちゃんの弟さんが俺のアンチだから。知ってたからね。そう、あ、こいつ知ってるって言われたらしいよ。うん、和道とか絶対ダメだよって言われたらしいよ。この前小学生に囲まれた。ユーチューバー。何やってんのつって。何が好きなのつった。フィッシャーズ、ヒカキン、はじめ社長って言ってた。どれの深夜食堂っていうユーチューバーが伸びるよって言ってあげればよかったね、うん、宣伝してあげればよかった。人気ユーチューバーになるかもしれない。ドレッシングが。リコちゃん応援してますとかだから嘘でしょ。なんか口だけの人俺嫌いなんだよね。応援してないよ、リコちゃんは俺のこと。絶対嘘だよ、こんなの。応援してる、ふりしてるだけでしょ。そういうの敏感だから。応援してないでしょ。応援してたら俺だったらフォローとかするもん。うわぁ、ドナルドがゴミ捨ててる。知ってた、みんな。こんなマークがあった。超気づかなかった。ドナルドがゴミちゃんと捨ててる。このマークいいね。いや、応援してる人はちゃんと応援してくれてるもん。バガーありがとう。バガーナイス。バガーナイス。フォローもしてないのに応援してるとかもう絶対嘘だから。絶対アンチだよこの人。米消しするし。あ、アグリンだ。アグリンだ。アグちゃん。俺ね、ちょっといい、うん、あのね、椎名林檎のとある PV がアグリンに似てたの。へえ。そう。だから俺椎名林檎ブスになっちゃった。椎名林檎可愛いと思ってたけど、あ、ちょっとアグリンに似てるって思ったから、すげえブスじゃんって思った。もう椎名林檎は嫌い俺。もうすげえブス。アグリンはなんか頬骨がなんかすごい。っつって、アグリンね、なんかね、安っぽい顔してるんだよね、なんか。なんかスナックのチーマン、なんかね、ほんと船橋とか、なんだろう、市川とかその辺のなんかスナックのチーママやってそう、うん、アグリンね、多分ね、メイク変えたらね、美人になるよ。だから椎名林檎の系統の顔なんだよアグリンは。え、でもサムネみたいのさ、やつ可愛いよ、うん、
違う、待ち受け画面みたいな。じゃあなんかね、濃いんだよね、なんか、うん、いや、なんか別に俺頬が出てるのは別にブスではないと思う。なんかケバいんだよね、アグリン化粧が濃い。なんか目元のメイクがね、俺好みではないんだよね。まあ正直アグリンの顔とかもどう、世の中で最もどうでもいい情報の一つだからねね、うん、アグリンはね、あのゴロリさんがね、北斗晶に似てるって書いてた北斗晶にのそっくりのあの彼女とかね、ずっとツイートしてのゴロリ。本当あいつデリカシーないよね。女性にブスとか言うのダメだよね、うん、本当ひどいよゴロリ。死んだ方がいい。ゴロリ死ねばいいのに。本当にもう行くんじゃない、糖尿で。糖尿だよあんなの。太りすぎだよあいつ、うん、仕事しないで娘がいるのにあのネットばっかりやってるんだよ、うん。あ、似てるね、ジグソーのマスクにね。わかる、うん。エネルギー泥棒って、エネルギー泥棒とか言うのやめて、俺のこと。ほんとに。出た、パトラッシュ信者出た。ハト教。ハト教。粉茶飲みながらエネルギー泥棒を避ける生き方をしてるんだ。うん、面白い。ね。いやー、パトさんの放送、すごいよな。もう着々とスピリチュアル女子が集まってきてるからね。スピってるから、あそこの放送。面白いね、でも。いや、面白いんだよ。うん、いや、ママが言ってたんだよ、つって。なあ。あ、ママがね、隣の席に座ってるあいつ、あ、悪口言ってんな、つって。俺はね、ピンと来たんだよ。ママ、あれ関わったらダメだよ。あれね、喧嘩が始まっから、つってたらよ、ママがよ、案の定よ、つって。すっげえ面白いんだよ。なあ言っただろママつって、ああ言うよ、目つきでわかんだよあれはとか言ってあの人江戸っ子っぽい喋り方するよね。あ、そうだね。チャッキチャッキのあんなためになる放送ないですね、うん、オカルトじゃねえよ、もう本当に、うん、存在がオカルトだからね。もうすごいな、うん、パトさん面白いよ。パトさんもずっと喋ってる。パトさん、パトさん病気あの要はどれの深夜食堂がダークナイトだとしたら、うん、ホーリーナイトなんだ光と影なんだよ。あれもうワンセットだからね。ね、うん、寒いのんちゃん。のんちゃんのパンツ洗いな、洗濯物とか入れときな。で、俺のパンツ入れのところにあるから、あののんちゃんのパンツ1個。俺のパンツ入れ干してあるとこ？違う、干さないでね。そこのカゴが靴下入れとパンツ入れに変わったから。いや、洗ってから入れてよ。はーい、うん、おいしょ、おいしょ。セフィゾーも狂ってるよな。なんかやなんだよね。なんか気違い多すぎるんだよ俺の放送。なんでこういう気違いが集まってくんだろう。気違い多いよね。いや結構ね、セフィゾーは本当の気違いだと思うもん。あのしかもさ、パワー系気違いじゃん、沼系じゃん。なんかやなんだよね。なんか温厚なお薬さん系は大丈夫なんだけど、俺攻撃的ね、なんだろう、アスペとかね、なんか、なんつうんだろう、キチガイ系、ドキュン系苦手なんだよね。キチガイ多い。うん。
アンチを武器にとかもう古いんだって。古い。金梅さんは優しいよ。金梅さんパワー系に見せてるだけで温厚な沼だからまあでもまあ危ない人だよね。危ない人ではあるガチだよ。ガチだ。金梅さんガチだからね。なんか金梅さんの新年会呼ばれたんだけど俺。あ、館船。そう、オワコン新年会。オワコンだけが集まるオワコンのためのパーティー。よかった。いいコンセプトだよね。うん、で、金梅さんはやっぱ、あの、エセヤカをゲストに呼びたいって言ってたね。うん、夢だって言ってた。うん、でもエセヤカ最近なんかヨッサンが注目して再ブレイクの予感だよね。ヨッサンが引き上げそうだよね、なんか。多分エセアカブーム来ると思うよ。多分これ逃さなかったらね。エセアカ今チャンスだね。よっさん優しいよ。エセアカ気づいてない。エセアカもね、沼属性だからね。そう、顔がね、イケメンだからね、気づかないけどね、ド沼だから。うん、よっさんのおかげだと思う。よっさん優しいよ。エセアカを煽り続けるからね。いや、沼属性だよ。基本ね、やっぱね、沼が多い。で、ドレさんとか俺とか沼に見えないけど、本当の沼タイプだから一番やばいの。サイコパス系沼だから。何考えてるかわかんない。沼に見えない沼はね、危ないから気をつけた方がいいよ。本当に。真の沼だから。そう、ドレさんは裸で六本木徘徊する沼だからね。ターミネーターかよお前はっていう、ね。うん、嘘、沼の意味ニュースでやってたの？今ニュースで沼を解説するんだって。すごい時代だね。おじいさんたちわかんないからだろうね。ショーン K さん、沼とは何なんでしょうかってやってんのか。何のニュースでやってたんだろう。やっぱ相撲とかがさ流行るとそういうなんか言葉がさ、うん、広まるのが早いよね。ね、昔はさ2ちゃんとかでさこっそり使ってさ、ね、用語とかもさ、うん、広まってるしさ、ね、普通に通じるようになったね。俺お前モナーがなくなった、モナーがなくなったの悲しいんだけどモナー可愛くなかった。可愛い。お前モナーっつってプギャーだけは残ってるよね。沼解説してたんだ。ネット専門家みたいな。昔ね、ネット専門家のポジションね、あれがよくやってたよ。あの、マックス村井がよくやってた。知らないでしょ。マックス村井よく出てたんだよ。あの、アプリの解説とか、テレビの解説員で、よくね、呼ばれてた。このアプリはですね、つって、マックス村井がね、よく出てた。沼は沼を呼ぶよね。っていうかネット民基本的に沼ばっかりやんな、もう本当に、うん、っていうかアグリン自体が沼大好きじゃん。いや、サダとかさ、うん、あの切れたナイフとかさ、うん、あのトムイケとか本当に好きなんだよ、うん、だから本当のダメンズウォーカーが好きなんだよアグリン。本当に燃えるんだって、性的に興奮するんだって、うん、LINE 来た、はい。ニコ生詳しい金髪の人誰だろう、まあ、テレビが呼ぶってことはしっかりした人なの。あ、津田大輔、津田さんじゃないの。津田さん、津田さんかな。津田じゃない、津田大輔さんじゃん。あ、津田さんだ、津田さん。津田さんだよ。あの、ツイッターを日本で流行らせた人。日本で初めて、その、ツイッターご意見版みたいな人。津田さんもう古いよ。ニコ生公式番組も出まくってるし。津田さんだよ。津田大輔さん。俺一回会ったことあるよ、津田さん。マジで？あるある。なんかいつの間にかさ、うん、ツイッターにさ、フォローしてた。津田さんは有名だからね。最
最初の頃なんかさ、みんなフォローしてるからさ、うん、これはフォローしなきゃいけないのかな。そんな有名人かと。津田さんはもともと何を始めた人かっていうと、国会の生中継を現場に行って誰よりも早くそのツイートするっていうのをずっとやってた人。すごい。国会の議事録、なんつうの、質疑応答、ニュースより早くそのやるみたいな、それの先駆けの人だね。ハゲが、うん、ハゲは肝気楼が髪の毛に効くらしい。肝気楼？なんだろう肝気楼。肝気楼ってなんだろう。いや別に俺ハゲもう受け入れてるからいいんだよ。ゲーハーだから、ゲーハー。あ、白髪があるんじゃない？ここに。白髪あるよ、全然あるよ、だっておっさんだもん。結構あるよ、探してごらん。知らなかった。知らなかった。いやだって3、そう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 、白髪全然あるよ昔から。30歳だよ、だって。沼の意味って放送できるのか。難しいよね。難しいよね。放送する方が難しい。説明するのは難しい。説明すればするほど放送禁止用語だからね。だって、あれでしょ？知性から来てるわけでしょ？うん。もともと知的障害者を指す言葉なんですよって言えないよね。うん。知的障害者、知性を、知性の語変換で池沼になって、池沼沼だから、だから最初は池沼だったんだよね、うん、知性だったんだよね。そう、だから知的障害者って意味だからね。要は障害者っていうか、あうあうあ全般を指す言葉だからね、沼は。 YouTube で肝気楼を見たらわかる。あー、のんちゃんにおすすめ。のんちゃんハゲてない。めちゃくちゃ髪の毛の量多いからね、のりこは。もふもふだから超羨ましいよ。のりこは薄毛じゃないよ、めちゃめちゃ髪の毛の量多いよ。剛毛だからね、のんちゃん、うん、うん、多すぎるぐらいだ。肝気楼、うちの旦那も使ってたら産毛が増えた。あ、まあ産毛が増えたらまあいけるだろうね。うん、い、別にでも俺ね、宮崎駿ってハゲなの、若い頃から。でもね、宮崎駿、要はね、ハゲを超える何かを持ってる人はハゲ認定されないっていうことに気がついたの。つまりね、ハゲを超える才能を作ればいいんだよ。うん、あ、のんちゃんがワドさんに勧めてくださいって意味か。うん、うん、のんちゃんはふっさふさだよ。びっくりするぐらい剛毛だよ。そう、宮崎駿って結構なデコッパゲだからね。俺多分宮崎駿属性なんだよ、ハゲ方。ほらほら、でも宮崎駿ハゲって言われない。本当の気違いだから、あれ。あの超頭がいい、超才能あふれる気違いだから。気難しさマックスなんだ。いや、すごいよ。なんかね、宮崎駿をいい人だと思ってる人が多すぎるんだよ。宮崎駿のインタビューとか、文章とか読むと、めちゃくちゃ気違いっつうか、頭が良すぎてこじらせまくってるからね、本当に。超面白いよ、宮崎駿は。俺の変人アンテナがビンビン立つもん。うん。あ、ミュウツーはハゲてるよね。っていうか、あれは結構あの、なんつうの、波平ヘアになるタイプだと思う。俺はね、デコがこの辺まで来て終わると思うんだよね。ひたすらデコが広がってく、あの、ブルース・ウィリスタイプなんだよ。なんだろう、渡辺謙とか、謙渡辺のハゲ方なんだ。でも、あの、ミュウツーは後ろと前が繋がって、ここがっつり行くタイプだと思う。ハゲてしゃくれてるって終わってるよ。ニコ生がクリショー投げ銭で一番儲かる。いや、儲からないね。
ニコ生は投げ銭ないよ。まだ実装されてない。てかニコ生はもうやらない。トライアイ、やってるかな。やるときとやらないときがあるけど。なんだっけ、あのプロペシアだっけな、なんかすげえ効く特効薬あるんだよね、実はハゲに。本当？いや、なんかね、シュトルリンが教えてくれた。お父さんふさふさになったって。かっこいいハゲ、要はブルース・ウィリスとかになるしかないんだよ。そう、俺は。でもね、かっこいいハゲの条件が一つあるの。全員ムキムキなんだよ。やっぱね、ハゲはね、体を鍛えないとダメなんだよ、多分。うん。あ、カオセいらっしゃい。金髪にすれば目立たない。あ、まあ、それは松本人志とかね、ビートたけしさんとか、よくやる手法だよね。あの、顔のシワとか隠したりっていう。カオスも金髪だけど。カオス、俺、金髪嫌なんだよね。ふさふさ。わかる？カオスはさ、茶髪っぽい感じがかっこよくなかった。うん、そうか。俺ね、金髪にしてるカオス、ちょっと嫌なんだよね。なんか、なんつうんだろう、ちょっとドキュン属性に見えちゃうから、うん、カオスはもっとなんかおしゃれな感じでいてほしいの、うん、なんかね茶髪がいいの。ロン毛はいいんだけど、うん、そう、俺ね金髪のカオスちょっとね若干ちょっとやだ派なんだよね。もっとねなんかおしゃれでいてほしいの、カオスには。そう、ていうかね、スーツに合わないんだよね。カオス時々スーツやるから。缶キロはいいや。一円玉色なんだ。アルミみたいな色なんだ。かっこいいハゲ、バリバリ仕事ができる男。いや、その価値観古いよ。うん。おハゲ認めてる。全然隠してないよ。がっつりゲーハーだから、ほら。でもね、ハゲが似合う顔でよかったよね。そう、ハゲが似合わない。だから、ミュウツーとかハゲたら絶対ダメな顔なんだよ。俺、ハゲてもね、なんだろう、ほら。別に変じゃないんだよ。だからね、そこはね唯一の救いだなと思ってる。うん、金髪スーツ合わないよね。今シルバーにしたいんだよね。ハゲ似合うよね、俺の顔。体さえ鍛えてたら多分ね、別にそんなに嫌なハゲじゃないと思う。ランハゲさんとかも意外とハゲ似合ってるからね。そんなに、まあハゲてるけど、俺ありだと思うもん、ランハゲさんのハゲ方は。ていうか単発にすればいいのに。やばいだろうね、ミュウツーは。シャレにならなくなると思うよ。仕事ができるできないっていうのってすげえ古いと思うよ、価値観として。なんかもうそれって全時代的な発想だと思ってる俺は。30年前の価値観だよそれ。これからは働けない男子が来るんだよ。働けない男子が、沼ブームが来るから。沼ブーム、トム池みたいな。そう、トム池とかムネキュンとかがもうキャーキャー言われる時代だから。野田モテるんだよな。ねえのんちゃん、俺朝の天帝にすげえディスられてんだけど、うん、ひどくない？インテリぶってる中身がない男って言われたんだけど俺。嬉しいくせに。いや超ムカつくんだけど。天帝ひどくない？ちょっとディスの仕方が浅野先生。もういいじゃん、オワコンババア。オワコンババア本当ムカつくわ。本当腹立つわ。父出してもかそってるね。だ、女の人ってさ怖いよね。いくらさ、子とかとかもそうじゃん。あのビジュアルでさ、可愛い可愛いって囲われまくってたのにさ、27とかさ、味噌汁になってくとさ、どんどん言われなくなってって、本人が減らってくパティーンじゃん。
あれかわいそうだよね。だってもう劣化してるからもう。だって今高校生とかさやってるから、うん、こうやってとか。だからあれ残酷だよね本当に。だから顔で売ってる人は本当残酷だなって思うもん。うん。他人の役に立つかどうかは賛同できるけど、それをイコール仕事っていう言葉で置き換えてるのはちょっと前時代的なのかなとか思ってて、例えばその若い子の価値観とか、まあ俺らの世代もそうだけど、働くんじゃなくてそのなんだろう、例えばいい職場についてるよりもなんだろう、ツイッターのフォロワーが1万人とか10万人いるやつの方が社会的な地位が高くなってる気がする。もちろんあれだよ、あのおっさん、おじいさんとかのじゃなくて若い子の間の中でだよ。例えば俺 Google の社員なんだよねとか、俺医者なんだよねっていうよりも、実際に俺ツイキャスで何人集められるんだよねとか、 YouTube 登録100万人なんだよねっていう人の方が力あるように見えるんだよね。実際力あると思うし、まあ医者でもフォロワー100万人もいないただのおっさんのザレ言なんだけど、知らんけどいらっしゃい、のんちゃんいるよ、おい、知らんけど来たよ。ツイッターのフォロワー増やしたいんだけどね、フォロー全然増えないんだよね。ていうか前の1万5000人のアカウント消さなきゃよかったね、あの初期のやつ。あれヘラって消しちゃったんだよ、ツイッターのフォロワー1万5000人あったんだけど、最悪だよね。今もう10分の1しかないよ。いや全部のアカウント消した時にもう Facebook、YouTube、ニコ生とか全部のアカウント消したの、一回もうやめようと思って。買ってないよ、買ってない買ってない、俺そういうのやんないもん。フォローバックちゃんとやってたら勝手に増えたんだよね。フォローバックしないとねやっぱダメなんだよ、慣れ合ってるみたいでニヤになっちゃって。生活保護だもん、その時買えないよ。ない、誰だ、誰だ、ああ、あれだわ、仕事の撮影の打ち合わせ。なんかね、企業案件がめっちゃ増えてるんだよね、のんちゃん。ん？企業案件がめっちゃ問い合わせが来てんの、最近。何の？お、あ、それちょっと言えないんだけど。のんちゃん。DM のコラボ。とか。面白いでしょ？うん。なんかね、企業案件ブームなんだよ、最近。いいなぁ。いいでしょ？うん。そのアプリ、これちょっと待ってね、うん、まだ話進めてんだけど、うん、俺全然ゲームわかんないんだけどさ、うん、どこかな、どういう感じ？わかんないRPG か、うん、そう、アベンジョさんもラジオの番組持つんだ。まあラジオはね枠変えるからね、あ、直樹兄さんにね仕組み教わったら結構ね
あの一枠10万ぐらいで買い取って、でもう好き放題できるんだって。スポンサーつけたりとか。だから10万ペイできる実力があるんだったら10万貼ればいいって。アドは何かを始めて配信と結びつければ即芽が出るんやろうけど、やらない。いや、めちゃめちゃだから動いてるよ。弾丸塾もその一個だと思ってるけど、映画とか。でも、なんか焦ってはいないかな。なんか、俺配信のダメなところって、チープにチープになっていくのがすげえ嫌なの。配信のノリになるのがすごく嫌で、ちゃんと、そのテレビ的なクオリティとかを担保しながらやりたいと思ってるから、すっげえ、だって弾丸塾ですら、1年ぐらい準備したよ。半年か。1年か半年準備してたよね、俺。だから結構慎重派なの。なんかパッとやって3日後には忘れてるとかよりも、ちゃんと記憶に残るようなことやる。いやー、ラジオは回収できない、俺は。ていうか今時ラジオやる意味ないじゃん。ネットでタダでできるのに、10万円で枠買ってスポンサーつけてって難しくない？だったらポッドキャストとかやった方がいいじゃん。うん。ニコ生のあったよね、ラジオ。だからさ、ほら、漫画のさ、あの、討論企画やるっていうのを覚えてる？あの、なんだっけ、漫画の討論企画やるって言ってたの覚えてる？あれも動いてるよ、今。多分ね、近々動くと思うけど。あ、ニコ生はニコラジか。動い、ちゃんと活動してるから。まあ待ってて、なんか焦ってはいないかな。ゆっくりゆっくりやろうと思ってる。そんなに焦ってないね。あ、これだね。ん？ほら、直くんとマミタ。あ、この二人が結婚するんだ。そう。最近に、あ、すごいね。閲覧200万じゃん。うん。確かになんか優しそうな感じだよね。うん。前科13番には見えない。リスワンいけるやんとか言ってる。今の時代でリスワン取るのすげえよな。超難しいと思うよ、今時代。この間アグリン取ってたんじゃない？嘘。あ、でもほら、アグリンの場合あれでしょ、あのフォロワーが少ない部の方でしょ、ビギナーズの方で取ってんでしょ。そうなんだ。ルールが昔違かったから、うん、それからレディースデーで取ったんでしょ。取りやすいんだよ、レディースとビギナーは、うん、でも7000人ぐらい。もうまあ7000人すごいね、うん、もう多分3000人しか行かないと思う、1日分回して今だったら、うん、オワコンだから。エセアカのエセアカかはどうかってなってるからね。でもエセアカブレイクしちゃう。いや、まあでもね、もう移ろいでだって慎吾さんだって俺とコラボするまでさ、閲覧30とかだったじゃん、うんうん、だから何かのきっかけで上がったり下がったりだよね。配信会よくある。ミズニアンだってニコ生の頃ひどかったじゃん。閲覧50とかだったじゃん。そっか。うん。ツイキャス行って再ブレイクした。今日は予定はね、この後仕事の打ち合わせ。仕事の打ち合わせが1件で、明日はまた撮影だね。映画の撮影の練習。で、あとその企業案件の打ち合わせが入ってるかな。そのまあ月頭かとか。バタバタです。今日はもうだから完全にオフにしようと思って、打ち合わせ以外は。今日はもうのんちゃんとね、まったり過ごすね。えのんちゃん、うん、のんちゃん来てくれたから。この世界はすぐ飽きない。いやー、もう応援してるとか言うけど、もうね、人気商売だから、その、
あの難しいよ本当に。人気がなくなったらすぐいなくなるもん。あの結局ね、あの面白い人にだけ集まる、面白い時だけ応援するんだよ。だから面白い人にならないといけないの。すごい大変だよ。映画のストーリーね、あの一回プロットはできたんだけど、そっから一気にまっさらにしようかなとか思ってたり、結構迷走中っていうのも、その予算が集まってないし、人が集まってなくて、役者ばっかりすごい問い合わせが来てんの。その出たいっていう人はいっぱいいるんだよ。だけどそのなんて言えばいいのかな、あの問題の人と金が集まってないっていう、もう根本的なところでつまずいてるから。でもまあやれることやろうと思って技術上げてるかな、うん。いやー俺新八丁はすごい悪い例だと思うよ。あのもう売名癖炎上癖がついてるから、あれは良くない、うん。いやだからこういう風に私出たいですっていう人はたくさんいるの。だけどそのなんか動画を撮影するノリなんだよみんな多分。あのね、機材見たらビビるぜマジで。現場の機材とか見たら、あの 5秒とかの撮影シーンに準備1時間半ぐらいかかんのよ。それも5、6人がブワーって広げんの。すーげー大変、すーげー大変で、スタンドインしてカメラの設定整えて照明当てて、で音響さんと連携取ってとか、もうで今度シーンがあるわけでしょ。すげえ。メリットあるのですか。いつも言ってるけど、俺に関わる全ての物事で見返りは何一つない。で俺ができることはみんなになんかありのままの情報をさらけ出してシェアすることしかできないから、俺はその人からお金とか信頼とかフォローとかを得る代わりに差し出してるものは全部さらけ出すっていう。それプロフィール欄に書いてあるよ全部。セフィだからメリットがありますかっていうか、俺からするとさ、何でもかんでもさ全部そのなんつうの、みんなに見せてるのに支援全然してくれないっていう状態で苦しいよ。俺はみんなに、なんつうんだろう、リアルな状況を全部公開してるつもりなんだけど、すげえ苦しいね。なんかヘイトだけ集まってて、なんか全然応援されてなくて苦しい。またやろうかな、カメラメーター復活しようかな、映画メーター全然金集まんねん。いや本当にね、あの映像の世界と放送の、まあ分かるの、カメラがこんだけ普及してる時代だから iPhone で綺麗な映像を撮れるわけじゃん。セフィさ、あのこれ見てみなよ、あの特殊メイクやったやつ見た？セフィ、あの映画のさ、メイキャップアーティストさんにやってみてもらったの。このクオリティ、この特殊メイクっていう枠あるから。うるせえな、楽天カードマンじゃねえよ大嫌いだよ金融。これこれ、こういうさ撮影風景とかやってるから、そうこのね準備の大変さよ本当に。こういうメイクのリアルメイキングやってるから、 YouTube に動画あるよ、映画の特殊メイクっていう。うん、リアルが面白くないというか、俺はリアル面白い生き方してると思うよ正直。リアルは面白いんだけど、みんなが求めてる面白さって沼系のキチガイキャラクターなんだって。その内容があるコンテンツとかを求めてるんじゃなくて、三角コーナー丼とかさ、なんかなんつうの、スターバックスに爆竹投げたりとか警察だ、そういうものがリアルに面白いって言ってるわけだ。怒鳴ったり叫んだり泣いたりわめいたりっていうキャラクター性を求めてるわけでしょ。クリエイティブじゃないじゃん全然そんなの。メーターやろう、メーターメーターやろうね。
灰皿洗ってくるね、のんちゃん。はい。ワドさん、タバコ吸いすぎだって。いっぱい吸ってる？はい、吸ってるよ。禁煙パイプにしよう。え？禁煙パイプ。禁煙やんない。禁煙パイプはでも加えてたら減るかもね。うん。禁煙パイプ。おしゃぶりだよ。母ちゃんじゃないよ。のんちゃんだよ。なんかあれはタール減らすやつみたいな。俺タールとニコチン別に減らそうと思ってない。そもそも煙を吸ってるのが体に悪いと思ってて、俺自身は、うん、1ミリのタバコ吸っても髪燃やして煙吸ってんだから体にいいわけねえだろ。はい、吸うときはもうガツンと吸う決めてる。ホグワンベイプにニコチンリキッド。ベイプにニコチンリキッド。タバコやめようと思ってないのに、タバコやめる方法を書く人の意味がわかんない。減らした方がでもいいと思うよ。ちょっと吸いすぎだよね。うん。これは反省してる。まあ、最低1日1箱だよ。うん。あの、多くても。ちょっと吸いすぎよ、俺は。支援なければ生活は成立しないのですか。支援してください。よろしくお願いします。なんか別に安く取ることも可能なんだけど、安く取ったらクオリティが下がるだけだから、結局配信見てんのと変わんないじゃん。YouTuber みたいな。それって映画なのかって話だし。だそういうのは森田義行 .com 見てればいい。怖いって言われた。のんちゃん怖くないよ。あ、知らんけどさん、花火ありがとうございます。ストップ？え、違うよ。知らんけどさん。知らんけどか。知らんけどありがとう。ドーン、ピー、花火ナイス。知らんけどもカメラやってるよ。みんなカメラやってるね。すごい。支援なかったらどうしようって考えますよねって。どうしようって考える。知らんけど結構イケてる親父だよ。かっちょいい。
なんかね、遊んでる感じのね、うん、かっこいい親父。ちょい悪感、ちょい悪感出てる。久しぶりです。最近風邪ひいててね、来てなかったから。久しぶりに来た。あと絵描きまくってるよ。そう、絵の練習してる今。どういうのにしようかなって。あと画材をね、集めてる。ね、頑張ってるよ。うん、リバウンドした風邪ひいてリバウンドした。ジャパネット武田、ジャパネットさん、見たことない。完成したら、ワズさんに写真撮ってもらって、固定やるんだよね。そう、これティッシュで拭いて。ワズさんの写真と一緒に固定やる。一緒にやろうね。あー、マリルボーさん、バーガーありがとう。バーガーナイス。あー、バーガー10個もありがとう。これでワドさんは頑張って写真を撮れる。野田総理の家って書いてある。野田総理の家じゃないよ。関係ないじゃん。だってのんちゃん掃除しない。やっぱ人が来るとさ、片さなきゃって、きれいにしなきゃってなるの。そうね、小室めちゃん、和道さんと個展できたらいい。あ、延長で消えてしまうバーガーだった。そうだね。延長で消えてしまうバーガー。延長してる？延長来てる？うん、大丈夫だよ。大丈夫。延長ボタン押してる。うん。私にバーガー5個ありがとう。バーガーナイス、ありがとうございます。やった、バーガーがいっぱいになったぞ。あ、ハート
緊張ヒーレンちゃんありがとう。これポカリ覚えといて。はい。猫の目ちゃんありがとう。風船10個ありがとう。猫の目がアイテムとか珍しいね。風船ナイス。よいしょ。ありがとう。みんなありがとう。空まで飛んでけー。よいしょ。まったりがいいね。うん。まったりはいいね。チーンってやつ。ん？何？チーンって。チーン。うん、痛い痛い痛い。アイテム白くなっちゃう。そうなんだよ、バグってばっかりだから何を投げてるか分かんないんだよね。ノッチので見てから。うん。あ、ポチャハート肉ありがとう。ありがとう。ありがとう。ワイプありがとう。みんなアイテムいっぱいだね。お布団洗いたいな。布団買った方が安いんじゃない？これ結構いいやつなんだよ、羽毛布団で。いくらくらい？12000円ぐらい。マロさん、こんにちは。うん、嬉しい。嬉しい、いっぱい。アイテムいっぱい。こんにちは。うん、マロちゃん最近よく来てくれるの。うん、サムネかわいい。私は役者としては出ないのって。あ、出るよ、出る出る。ただそのメインで出るのかちょい役で出るのかは考えてないけど、もちろん出るよ。ただね、役者は役者でね、あの他の人の作品に本当に役者としてちょい役でもいいからセリフ付きで出たいの。なんかあんまりね、その自分の映画に関しては自分を前面に出そうとかそういうのはあんまりないかな。ちょい役でいいやみたいな。あ、ボンちゃんはうどつ。ボンだ。ボンちゃんいつもありがとう。タイムキーパーボンが来た。のーちゃんポンコツだから。ボン、ボンボンのりこぐらいポンコツだ。1時間とか書いちゃうのーちゃん。1時間とか書いちゃう。ニンニとボンとのりこは三大ポンコツだから。ポンコツ定期、ポンコツタイムキーパー、うん、ポンコツカノンだ。うん、残り9分で出た。あ、延長します。もう和骨も書けないぐらいポンコツだから。見たから、ラコツって書いちゃってる、うん、今日調子悪い日だあるんだ。そう、調子いい日と調子悪い日がある。ゴジタ。ポンコツはだいたいゴジるからね。なんて
ん、超ポンコツやんじゃん。そう。ごじりまくってる。そう、ごじる確率で、だいたいそいつがどれくらいポンコツか俺わかるもん。あ、こいつポンコツだなって。会わなくてもわかる。だいたい。コメント欄。あ、こいつ猫飼ってるなとか。あーとか言っちゃうんだよね。さ、アフェフェフィ、ギギャ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 、グギャギャ、フェ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 みたいになる。うん。それだいたい猫だから。うん、昔のりこもよくそうなってたもん、ね、うん、どうしたのんちゃんっつって、のんちゃんがおかしくなった、そう、パソコンのキーボードプラス猫はそうなる。うん、カオスの場合しょうがないじゃん。ルイ見てやるぞお前のサムネを。ルイがブサイクだなお前。ブスだな、ブスだな、ルイお前。お前も、お前大したことねえじゃねえか。とんでもねえブスだよ。よく人にブスって言えるよ。うん。ルイもブスじゃねえか、うん。これはなかなかひどいね。おめえよりマシだよとか言ってる。全然マシじゃないよ。すげえブスだったよ。ブス界のブスだったのね。解放涙のブスだ。解放突然のとばっちりだから。飛び火さ、解放に飛び火。全く関係ない文脈で解放とばっちり受ける。言っちゃうけど、ブス界の美人は、うん、なんだっけ誰あのと、エミリーだから。ああ。エミリーちゃん愛嬌ある顔してるよね。うん、ちょっとアホ面っぽい顔、目パチッてしてさ、アホっぽい顔してるとき、うん、俺ちょっとなんか動物的な可愛さを感じるときあるね。パチパチやって、うん、変顔するからよく。あ、そうなんだ。解放何やってんだろうね今。知らない、ロムってる。わかんない。全然コメント書かない。あ、でも夜とかやってるからね、寝てんじゃないの。あ、働きに行ってんじゃん。 A 型、うん、B 型か。アクティブなんだよね。そうそう。あ、枠してるんだ。へえ。じゃあ今日は、あ、もう帰ってきた。うん。B 型作業所4時間ぐらいだからね。うん。うん、今帰ってきた枠やってんじゃない。ルイって14歳？ん？ん？ 14 歳なの？うん、そんな、そんなバカな。そんなバカな。もう一回見てみ。これは14じゃないな。14じゃない。この色のチョイスといい、髪型といい、いいババアだわ。この間なんか解放とさ、なんだっけ、うん、愛子ちゃんさ、うん、なんか喧嘩してるっていうかさ、うん、言い合いしてるの？言い合いっていうか、なんか、うん、愛子ちゃんの家に掃除に行くとか言って、うん、で、なんか愛子ちゃんにねぎられて、うん、で、行かないとか言って、ねぎられてるってか、まだ金取ってんだあいつ、バカだろ。キツネ枠ラジオ取ったんだ。見てみよう。かぶせてきたな、さては。かぶせの概念もわかんないでしょ、多分。あ、そうか。あちゃん、いいね、参加ありがとう。ナイス。お、あちゃんだ。いいね。ありがとう。あちゃん、ありがとう。3000円を2000円で値切られて、うん、それじゃ交通費にもならないから、うん、なんか断るだのどうのとか言って、うん、で、愛子ちゃん怒っちゃった。まあ愛子ちゃん切れるよね。うん、愛子ちゃんはすぐ切れるから、ちょっと何なんだよって、やめてよ光、やめてよ。
いや気持ち程度をもらってもいいっていうか、いやだからそれがポンコツなんだって。ねえ愛子さんって子言ったらさ超売名になるじゃん。っていうかもともとなんで俺があいつにいろんな配信者の掃除やりまくれって言ったのかっていうと、まずド無名なわけじゃん。でも配信で飯食べたいって言うんだったら先輩にその可愛がられた方がいいっていうの分かってるの。要は売名しないといけないでしょ。ただ手土産を持って売名しないっていうのはダメだよっていうことを教えたの。だから何かしら配信のネタを用意するか、もしくはメリットを用意しないと大手さんはただ閲覧奪われるだけだし、フォロー、ね、宣伝されるだけだから嫌がられるんだよっていうことを教えてあげて、だったら何が得意なのって聞いたら、私部屋掃除するのが得意って言ったの。だったら大手さんに DM とか送って、あの部屋片させてもらえませんかって、でもしよかったら私配信者やってるんですけど売名させていただけませんかって、あの部屋一生懸命掃除するんでちょっとお力をあの借りたいですっていうのをいろんな人に言って、で大手さんとかね、過疎とか最初はやっていって中堅とかね、で大手さんが あいつ面白いなってなったら俺の部屋も掃除してよって呼ばれるでしょって、そしたら解放は配信で食べていけるようになるから、その他の人の力を借りるんだからその恩返しをしないとダメだよっていうことを言ったの。そしたらあいつは裏で金を取り始めたのよ。いや違うでしょって、配信者は5年も10年もかけてその一生懸命やったから、そのお金より大事なリスナーさんをたくさん持ってるわけだ。それをさ掃除しに行って売名させてもらって金もらうってどういう見解だよって怒ったの俺は。そうだから意味が違うんだって。あいつがやろうとしてんのはそのそんなそのなんつうんだろう、仕事のためとか交通費がどうっていうなら働けよって思うの。配信者として自分が売れるためにみんなの部屋を掃除しに行く掃除おばさんっていうキャラクターを作ってあげたのに、それでさ結局金の件で揉めて、そう愛子ちゃんだって愛子ちゃんに売名させてもらうわけじゃん、他の人にも行くわけじゃん、それを金をもらうようになって交通費私にもあるんだとかさ、それって配信者としてのコンセプト忘れてるじゃんっていう。だからそういうところがダメなんだよ。 そしたら俺叩かれたんだよ。あの金もらうなって言ったら、ワドお前金払えとか、解放を利用してるだけだって、部屋なんか掃除くらい自分でやるわ、むしろ汚いのがネタなんだからさ、ふざけんなよって、何にも分かってねえリスナーが口出すんじゃねえよっていう。もう腹立つよなそういうの。愛子ちゃんとつながってたらさ、ねえ美味しいじゃんね。すごいいろんな人とさ愛子ちゃん絡んでるからさ。そうだから分かんないんだよ、目先の利益のために自分のその配信者としての能力を止めちゃうんだよそこで。要は急がば回れなんだよ。成功したかったらさ、ゆっくりゆっくり積み重ねないといけないんだよ。まあちょっと焦ってんだよね。焦ってるっつうか、そもそもその生活ができないんだったら配信なんかやるなって話だから。貧乏覚悟でみんなさ、だって便所さんだって未だに言うよ、うん、昔はさご飯デブじゃん、うん、だからご飯2合とか3合とか炊いてツナ缶1個おかずにして米食いまくって腹膨らませて生活してたとか、みんなそんなんばっかりじゃん、うん、配信者なんかみんなカップラーメン1個とかだったんだよ。交通費もなくて歩いてさリアトスとか行ってたのに。だからツイキャスの若い子、あの今売れてる子なんかみんなチャリ旅じゃん、あの貧乏だからチャリンコこいで、うん、解放なんか実家でさぬくぬくとさ、そうだよ、なんで金がないんだろうと思うよね。本当だよね、うん、そう稼ぎを知って、で要は稼ぎに来てる配信者と配信が好きで配信を始めた人の違いなんだよ。で金を稼ぎに来てる人って他に稼げるのが知ったりとか稼げなくなったらやめるから、そもそも配信者じゃないんだって。だからクンにしたりおっぱい見せたりができるんだよ。笑い取ろうって姿勢じゃないんだって。笑いっていうか配信が好きでやってる姿勢じゃないんだよ。そうだよ、クリーンレディっていうキャラクターでやれって言ったんだよ。お掃除おばさんって言ったの最初は。お掃除おばさん配信者解放っていうのキャッチーでしょ。はいどうもお掃除おばさんです、今日は誰々の家掃除しますって毎回やってたら絶対ウケるんだよ。そうだけどあいつがお掃除おばさんは嫌だとか、じゃあ何がいいのって聞いたらクリーンレディーがいいとか言って、どんどんキャラ変えて金取るなよっつってんのに金取るようになって。いやあれだよ、最後にあの配信外で
あの飯をおごってもらったりとか気持ち3000円包まれたりとかありだと思うよ、受け取っていいと思うよ。でもさ、その何金で揉めるってクソダサいかんね。しかも自分より閲覧持ってる人にそういうこと言えるっていうのが、中西マンに5万円もらったの。中西マンに、まあだってほら中西マンほら塾長がいるから、そうそうそうだからそれはそれでいいと思うの。向こうから出されたもんはありがたく受け取っていいと思うけど、でも自分から金の交渉するってさ違うだろうと思うけど、そんなんだったらね掃除会社で働けよって思うもん。金絡むっつうが欲だよね結局。金かけるもんだからね、閲覧取るためにはリスナーさんの信用を勝ち取らないといけないのに、金で揉めたら愛子ちゃんのリスナーからしたらさ、解放なんなのあいつってなるでしょ。損しかないよねえ、配信のためにっていう考えがないんだってあいつ。うんでしょ、お掃除おばさんって言って、で、あの、何、エプロンと、その、頭に、なんか、八万、なんつうの、バンダナ、そう、三角巾みたいなのをつけて、ほうき持って徘徊してろって言ってたんだよ。それこそ、そのキャラクターが固まったらだよ、あの、リスナーの家にリアトツとかのキャラクターでいけんじゃん。今日はこの家を掃除します、みたいな。で、コーナーも広げられるんだよ。100円均一で棚を作りますとかさ、こういう風に収納するととか、絶対主婦に受けるコンテンツなんだよ。こういう風にトイレットペーパー収納するといいですよとかさ、見るじゃん。主婦の人とか、テレビ番組でもやってるわけだから、だからいくらでも転がせるんだよ、あのコンテンツって。しかも解放しかできないコンテンツだから、誰もやってないから絶対受けると思ったのに。いや、だから、小突きになり下がったんでしょ。いやだからちゃんとプロデュースしたのに全然言うこと聞かないんだもん。絶対需要あるよ、うん、YouTube でいっぱいあるもんね。うん、あるある。で配信でリスナーさんから依頼が、リスナーさんからは金取っていいと思うよ俺は。8000円とか1万円とかで3時間やってよとか、それでさ企業案件とか取っていったらさ、めちゃめちゃ売れるキャラクターなのにもったいねえよな。そう、掃除の仕方とかも勉強して、こういうのにはこのクレンザーのメーカーじゃなくて、あのクエン酸レモンとか絞ってこういう風にやってくださいとか、家庭にあるものとかで勉強してさ、やっていけばつながるしさ。あんなんただのデブの、あ、ヤンデレバちゃんだ。ただのデブのババアがさ、3000円とか2000円もらってさ、ゴミ拾ってるだけなんだもん。そんな面白くねえだろ。ヤンデレバちゃんいろんな枠で一緒になるんだよ。あ、そうなんだ、うん、趣味が一緒なんでしょ。趣味が一緒なの、うん、ヤンデラちゃんも徘徊してるいろんな枠。あれでしょ、あれで闇が深いんだ察してあげないといけない察して 仲間だよ。察してあげないといけない、そこは。あ、またヤンデラちゃんいるわと思って、そんなもうサメちゃん、アットマークサメちゃんの彼女って書いてる時点で察さないといけないんですよ全力で察する気持ちが必要だ、うん、イメージダウンっていうか、まずその初心に帰れよっていう、配信で飯食いたいっていう初心はどこ行ったんだよっていう。ダメだよ、コンテンツ作れないやつは配信者じゃないんだから。ダメだよ、うん、元気なのんちゃん見れて嬉しい。あじゃあいいね、うん、ありがとう、うん、ナイス。のんちゃん元気で俺も元気出てきた、うん、うん、だってのんちゃんこのさ腕のあたりがムキムキしてきたね、太るとこの辺がおおこういうとこにつくんだね、二の腕とかね。そうそうそう、ガッツリしてくんね、うん、元気な方がいい。
じゃあのんちゃんじゃあのんちゃんが元気になったってあのメンヘラの特徴なんだから春先になるとね活動的になる季節性だからあのコメントが走るのお薬さんのコメントが元気になってくる春が近いぞみんなどうやろう気圧が変わったのバガーバガーありがとうバガー10回ありがとう、うん、バガーナイス、うん、いや配慮はしなくていいよあくまで捨て頃はチケット買ってくるお客さんだから堂々と好き勝手楽しめんじゃん金払ってんだから、うん、客なんだからただ俺は塩対応だけど、うん、びっくりするぐらいあの塩対応だけどステッカー買わねえくせに話しかけんじゃねえみたいなオーラ出してる俺は俺にもうあれだから物販席から動かないから俺はただね物販席越しになんかねステッカーも買わないで写メいいですかって言ってくるやつほんとマナー違反だと思うわほんとよくそういうこと言えるよねってほんとに思うからあの和道リスナー全力で空気作ってこうね囲い込んでよ物販席の前占領してもうなんかわけのわかんねえにわかが私昔から見てるんですって見てるからなんなんだよ泥棒が花火も投げねえでよステッカーぐらい買ってけやボケっていうヤンキーの空気出してこうね怖っていう空気ね写真なんか撮らせねえよバカ野郎タマんタマタマタマ武蔵野あ美術大学じゃんあタマタマビタマビ、うんタマビ通信課程違うわえだってキツネ枠で最近のりこは通信課通信課って書いてあるのんちゃんはタマビ通信課っていう新たな設定が加わったから八王子に通ってたわ通ってた、うん、大丈夫大丈夫うん。アイバード2あれはちょっと面白かったな通信課程卒業とか言って通信でもいいじゃんね別にね通信の人ディスるなよなそれは違うだろうっていう、ね、分かんない通信があるかどうかも分かんないタマビって通信あんのかな分かんない、うん、今はあるんじゃないの、まあ、なんかこんだけね、うん、だってあれしょ慶応義塾大学とかもあるでしょなんか通信課程とかタマビとタマビがあるへえあれしょいいあの三大美術大学の方でしょ八王子のたまび八王子のたまびだって、うん、もう情報の捏造が半端じゃないよね、うん、アンチども、うん、うん。私のことなんか言ってた言ってたけど何なんか問題あんの？きっと YouTube に上がるよ。うん。何か問題でも。2012年から仲良しリスナーの子もたまび。やっぱいい意味で変な人。まあ美大生はとか音大生は変人で有名だもんね。ちょっとね。変じゃないとやってけないでしょ。うん。たまび大学偏差値35。え？そんな低いの？そんな低いの？たまって分かんないそんなわけないでしょいや振れ幅がある振れ幅がある振れ幅があるのうんいやほんとそれ別にいいなら突っかかってくんだよな35の人もいるけど、うん、60いくつの人もいるたまびはレベル高いんじゃないの？なんだっけ、むさびとたまびとあとなんだっけ？東京芸大。東京芸大か。彫刻家じゃねえよ。ていうか別に彫刻家でもいいでしょ。彫刻家だろっていうその彫刻やってる人ディスんなよっていう。
彫刻家がかわいそうだよね。ねえ、何かだったの？湯河。湯河？油絵？うん。油絵のこと湯河っていうの？うん。へえ。うん。うん。沼でも行けるから、ね、絵が描ければ。でも足切りはあるけど。足切りって何？あの国語と英語の、うんうん、最低ラインみたいな。最低ライン。おお。それをさえクリアすれば入れる。国語と数学だけなの？要はデッサン力であったりとかそういう試験が難易度高いでしょ。あ、そうそうそう、うん、美大の人独特の雰囲気ある。あ、わかるわかる、うん、のんちゃんね、風邪治ったばっかりだよ、うんうん、国語と、うんうん、英語と、うん、デッサンと油の、うん、油絵の試験が、うんうん、偏差値に幅がある。偏差値って大学自体が持ってるあれじゃないの？学科によってだから幅がある。どういうことなんだろう。ちょっと俺が偏差値の概念をよく分かってないから。だから多分偏差値35ぐらいの人も入ってるかもしれないし、だって美大ってそもそも偏差値の概念、要は学業ができる概念なんて関係なくない？そもそも、うん、偏差値40。偏差値至上主義なんだこの人は。そもそも美大に行って私数学がすごいのとか言われてもはってなるでしょ、うん、どうでもいい能力でしょ、絵を志してる人からしたら。え、ちなみにマガガさんは偏差値どこの大学出たの？ちなみになんだけど、マガガさんは偏差値どこ、いくつぐらいの？あ、でもあれだよ、トムビーさ、うん、美大の中で A ランクだぜ。え？マウンティングしてやる。A ランク、A ランク。美大の中でしょ？そうそう。だって、国の3トップでしょ？ 3 トップだよ、3トップ。うん。バスケ屋なんて偏差値5ぐらいにしか見えない。ピカソも後半わざと偏差値下げてるよね。アウアウアーになってたから。東京芸大が、うん、東京芸大がトップなんだ。 S ランク。もう頭上がんない感じなの、うん、やっぱ東京 S って S。 東京芸大はすごいんだ、うん、こんにちは。美大の試験って絵が上手いかどうか、どんな試験なの？入試試験は、デッサン、うん、英語と、うん、国語と、うん、デッサンと油絵。え、何？何時間以内に油絵を描きなさいって言われるの？それとも描いて持っていくの？あ、6時間以内に油絵を描く。へえ。え、それは何？テーマは決まってるの？そのリンゴとかその人とか、それともフリーで、はいどうぞっていきなり描かされるの？のんちゃんの時は人物が、うん、人がいて、それを油絵で描く。おお。で、その上手いか下手かで受かるかどうかみたいな。で、デッサンはテーマが決められてて、このテーマでデッサンを描きなさいっていう。おお。想定画みたいな。想定画っていうのは、うん、うちの死んだ母ちゃん武蔵野。へえ。あ、だからあの絵心があるんだ、うん。遺伝なんだね、カオスの、うん。だからグラフィックとかできる。そうそうそう。でもカオスの場合基本的にブリブリになって決まってるだけだから決まってる世界観だ、うん、ひたすら朝模様を描き続けてる。カオスのでもいいよね、なんか、うんうん、なんかドレさんがね、のりこのこと褒めてたよこの前電話で。なんか、あ、神秘眼を持ってる人は石ころ拾ってもそれが100万円で売れるから、うん、そののりこに絵描かせるのは正解だって言ってたよ、うんうん、そのなんだろう、その木を拾っても神秘眼を持ってる人はその木が美しいかどうか分かるって、分かる人には。ブリブリ業って何？ブリブリっていうのはマリファナを吸ってる時のことの状態のことをブリブリっていう、うん、へえ。ボンのお父さん東京芸大卒なんだ。竹中直人先輩なの？うん。へえ。
え、っていうかマガガさんは偏差値いくつの大学出たのか、なんで書かないの、どうした、人の偏差値をバカにしてたんだけど、マガガさんは偏差値いくつなんですか、ねえみんな気になるよね、のりこのことディスっておいてさ、偏差値40じゃねえかわらとか書いて、マガガさんは偏差値いくつなの、みんな気になってるんだ、相当相当ハーバードとかさ、マサチューセッツ工科、ケンブリッジとかなの、教えて、俺ちなみにね、幕張免許センター、原付き原動機付き自転車取得が最終学歴だから、かっこいいでしょ、幕張と並ぶ大学と言ったら慶応とかぐらい、上智、うん、慶応マーチってやつ、うん、あれマガガさんが止まった、コメントどうしたの、マガガさんどうしたの、東京医科歯科大学、めちゃめちゃ頭賢子だ、賢子じゃねえか、賢子が土曜日にこんなところ捨てアカでこんなところでコメント打ってんの、大丈夫君、早く歯医者やらないと、歯医者やらないと、開業しないと歯医者、君東京医科歯科大学偏差値70の大学に出て、何こんなところで土曜日にコメント打ってるぐらい暇なの、すごいじゃねえ、本当なわけねえだろうがよこんな捨てアカでバカだろ、何真に受けてんだよ、うん、うん、あードレさん、ドレさんはねヘラあるから、うん、ニートじゃねえかよ、ただニートただ平たく言ったらただのニートだった、ニートただのニート、あニートだった、あ俺もニートだった、全員ニートじゃねえかよ落歴なんか関係ない、ただのニートの集まりだから、こんな時間にポンコツしか集まらない、こんな時間に集っているポンコツだったわ、お前偏差値70かもしんないけど俺と変わらないから、うん、っていうか偏差値が何なのか俺よく分かってない、でも自分の偏差値測ったことないから分かんない、うん、50が普通ってことでしょ要は、うん、で50切るとアホアホ面で、うん、高くなると賢子になってくるんでしょ、そうか、うん、それくらいしか分かんない、どういう統計の取り方してんのか分かんない、でも時代によって偏差値って変わるんでしょ、その年その年のよって変わるんじゃないの、分かんない、あれだよね、スキルの振り方が違かっただけだよね、うん、だからなんて、お前 A の方にスキルを振っちゃったんだよね、うん、んちゃんね、すごいかんな、え、あの虫の絵どうすんの、あれは飾っとくの、あれ飾っとくの、うん、うん、あれ補修が必要だね、うん、あれちゃんとした方がいいよ、あれはかっこいいよ、あの絵は、うん、うん、いやなんかね、人をバカにする人ってすげえ良くないと思うんだよね、なんか本当にすごくて満たされてたら、だから仮に本当に歯医者とかやって成功してたら、人の偏差値とかでマウント取らないでしょ、マークシートだけの偏差値判定やめた方がいいやろ、コミュ力必要な時代なのに、コミュ力ってでも難しいよね、うん、いいんじゃないの、やっぱ底辺はコミュ力高いじゃん、俺とかもやっぱ営業とかで学歴なかったからコミュ力上げるしかなかったから、いいんじゃないの、役割で、俺はほら学歴関係ない生き方しちゃってるから、でも大学とか行った人に対してやっぱリスペクトあるよ、毎日ちゃんと行って単位取って、そうだね、単位取るの大変なんだよ、そう、俺まず通うことが無理だったから、そうそう、通うのが大変だったよ、うん、ねえ、夢を持ってね何かに取り組んでる人に悪い人なんかいないよ、俺からすると大学行っただけですげえわ、うん、卒業できたのが奇跡だからね、そうだね、自分は自分だね、
他人は他人だ。いいこと言うね、うん、ボンは。うん。そうそう。個性を見抜く。っていうかね、まず、その、これ、俺の価値観だよ、あくまで。あの、すべての人間が自分より能力を高いっていう風に認めるところから始まってるの。で、昔は見下してたの。あの、器用だから。何でもパッパできるから、え、結局、俺こいつと同じ分野で、同じことを用意どんでやったら、勝てるだろうなっていう人が、やっぱ 70% くらい。本当の天才には勝てないけど、何でもパッて始めたら、こいつに勝てるっていうのあるのよ、どっかで。だから結構見下しやすい性格だったの。要は3割の人だけ認めてて。でも、俺ね、あの、気づかされたのが、A 型作業所に勤めた時に、その考え方やめようと思ったの。要は、A 型作業所に勤めてる人って障害者なんだよ。全員手帳持ってないと入れないから。で、はっきり言って、もう何言ってるかわかんないぐらいもうこのコメント欄ぐらいカオスな状態なの。A 型作業所って。例えば、仕事中に本当にガーって寝てる人とかいんのよ。で、寝たらダメだよとか。でも、その寝ちゃう人のイラストとかがズバ抜けてうまいの。もう超クリエイターなのよ。とか、もう話がなんか創価学会に僕集団ストーキングされてるんですとかもう言ってるんだけど、プログラム書かせたら何でも書けたりとか、要は、あうあうあーに見えたりとか、コミュ力が低いから、あ、この人ダメな人なんだって見がちだけれども、実はすごい能力って見えてないだけで隠れてて、俺がそれを見ようとしなかっただけだっていうのがよくわかったのよ。だから、自分よりも基本的には全人類が優れていて、自分よりどこの能力が長けてるのかっていう風に見るようになったの。で、その能力を借りた方が仕事ってうまく回るなって思ったの。社会の役割として。だから悪いところを叩くんじゃなくて、この人は自分より絵がうまい。この人は自分よりボクシングがうまい。この人は自分より喋りがうまい。この人は撮影がうまい。そこを学ぶ。そこの力を借りる。で、そこでアートをする。ブリコラージュするっていう。そしたら、すごいいい作品ができるっていう。その会社のプロジェクトとかも絶対そうだと思ってて、ここにいるみんなって実は能力、俺よりも高いところ、料理ができるとかさ、その、なんだろう、美味しいものを作れたりとか、車を修理できたりとか、俺はできないから。まあ、俺が唯一みんなに勝ってるのは、便器を直すことができるっていう、すごい能力を持ってるんだけど。便座を修復できるマンだから。家の便座が壊れた時は、あの、アドバイスができるよ、俺は。だから、自分が持ってる能力で誰を助けるのかっていうのが、俺は正しい生き方だと思うよ。自分が持ってる能力で、どうやって共存していくのかっていう。俺、料理できるんだけど。うん。でも、その、なんだろう。そういう風に考えた方が、絶対その人生得をすると思う。人、俺は偉いんだって言ったところ自分の能力は上がらないから。そうじゃなくて、この人に何かを頼もうとか、その代わり自分が得意な、まあ歯医者だったら、さっきの人だったら、はあ、困ったら俺のところおいでって。そう。自分になった能力ってどうやって見つけるんや。見つけるんじゃなくてね、生きてくと分かるんだよ。長い間生きてくと、自分の役割みたいなものって見えてくるの。要はそれしかできなくなってくるんだよ。例えばその俺のその能力、自分でいいところだなって思うのは、その正直言うとね、あの何かの才能がある人間ではないの。それは自分で分かってんの。自分のコンプレックスの、何かを振り切る能力ない。ただバランス感覚はめちゃくちゃいいと思う。あと人と出会う運がすごくいいの。だから人と人とをつないだりとか、その何かを俯瞰して分析したりとか、そのなんていうのか、裏方っぽいことをやらせたら多分能力は発揮しやすいと思うよ。何でもできるオールラウンダーなんだけど、何かの専門的な特化ができない。職人にはなれないの、俺は。あと感覚はいい方だと思う、自分の中で。だからそのなんだろう、だからまあ裏方っぽいことをいっぱいやりたいんだよね。生きてけばね、おのずと見えてくるんだよ。自分の役割、自分がどうやって生きていくのかって。感覚、感覚。俺、感覚は鋭いと思うよ。それは持ってると思う。
特に人を見る目がねすごくあると思う。運がいい。のちゃんね、うん、絵描くの幼稚園の時から好きだった。うん、そうだね、うん。絵描きになりたい。描けばいい。そう、好きなことが、そう、好きなことを極めればいい。好きなことが才能なの。そう、あ、そうだ、俺のりこに依頼したことがあったんだ。あの、うん、屋号のさ、うん、あのフィルムの、うん、あのザ・ワドフィルムっていうロゴ書いてほしいんだよね、映画のフォントで。フォントで、あの、そうや、フォントっつうか、え、もう字体をオリジナルのパターンで作りたいから、ザ・ワドフィルムっていうのをかっこよくやりたい、うんうん、やって。今何時？うわ、4時じゃん。忘れてた。お風呂入んないと。お風呂入んないと。仕事だ。和田さんはしゃべりに能力を振ったんだね。俺はしゃべりは昔からうまかった、うん、だって母親に口先から生まれたみたいな男だなって言われた。そうか、うん。麦ちゃんっていう人はアンチ？わかんない、ポンコツ。ポンコツ。ポンコツの上に自分がすごいと思ってる勘違い野郎だから一番痛いやつだよこれ、うん。何にも持ってないコンプレックスのルサンチマンの、ね、ドレさんが言うところ。ルサンチマン。要はコンプレックス持ってて自分が何か劣等感を持ってて、その誰かのその荒探しとかばっかりしてる人。うん、ニートだよ。ニートのコンプレックスの塊みたいなやつでしょ。車が好きなんだね。車中泊とか書いてある。猫と車が好きなんだね。社畜じゃねえよ。こいつずっとずっと毎日毎日アンチコメント書いてるもん。社畜じゃないよこんな。働いてねえよ。うん。ちょっと待ってよ。仕事。連絡しよう。じゃあむきちゃんお金持ちニートなの？まあ金はあるんじゃないの、なんかしら親が持ってるとか、うん。サーキットで走れるぐらいお金持ちなんだからさ、お金持ちニートだ。猫の人なんだきっと、うん。いや俺服着るのが嫌いなんだよね。あとやっぱり谷間を見せるとあの花火が上がるっていう俺は黄金法則を知ってるから、やっぱりこうやって谷間アピをして花火を待ってるよね。そのおっさんたちの花火を逃さないためにこの豊満な B カップの美しい谷間を見せてるんだ。気づかなかった。ワドちゃんキャワワって早く限定行こうってコメント待ってるんだけど、うん、早く有料行こうってもう我慢できない、有料行こうっていうコメントが来ない、うん、谷間アピ。ちょ俺風呂入るわ。どうしよう。いや、ノリコラジオにしようよ。ノリコラディオ。ちょっと待って、ノリコレディオに切り替えるわ。
本当にだって喋れないよ。いいよ。ふんちゃん今日調子いい。ちゃんは異常な生活を楽しんでいるんですねって言って。え、何？何何？よくわかんない。お前の彼女の、インスタグラムあるよ。こんばんは。あれ？切り替わんねえな。インスタグラムどこにあるんだっけ？いや、のりこのインスタにあるでしょ。あれ切り替わんねえな。なんだろう。てか本当にバグひどいよな。なんだこれ。ラジオに切り替わんねえわ。いや、じゃあ切るか。うん。じゃあ皆さんお疲れ様でした。いっぱいありがとうございました。ちょっと僕仕事の打ち合わせに行きます。皆さんありがとうございました。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。おつおつ。おつおつ。